EU= 日本産食品の輸入規制を撤廃 TPP にイギリスが加盟へ13日に EU が福島原発の事故の後に実施していた日本産食品に対する輸入規制を撤廃すると発表しました EU のフォンデアライエン委員長は福島の現状をタイムリーかつ透明性のある方法で伝えてくれた日本の当局に感謝したい科学と 確固たる証拠そして IAEA の評価に基づいて決断したなどと説明されました現在岸田首相はヨーロッパを訪問中でございますが、まあ、さらに別のニュースも合わせてご紹介いたしますとイギリスの TPP 加盟を正式に承認する見通しとなったことも明らかになりましたイギリスの加盟によって TPP が世界の GDP を占める割合が3ポイント増え、およそ15%、15兆ドルへと拡大する見通しでございますが、こちらはまず、日本産食品の輸入規制に関しては、ヨーロッパにおいては、ならゾモの国家のロシア以外は、日本に対する輸入規制を撤廃する見通しとなりました。さららに、にに TPP おいては、日本からイギリスに輸出する 米の関税が撤廃されるため輸出拡大が期待されておりますが秋に予想されている解散総選挙に向けて岸田首相としては実績を積み上げ支持率を上昇させたいところだと思われます日本政府には今後も国民の利益国益を守り拡大させる努力を続けていただくようにお願いいたします 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。